こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは広報広聴課の松尾がお届けします。今回はご覧のラインナップです。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。こんにちは。今日は嬉野市で人権擁護委員として活動されている方に来ていただいております。それではまず自己紹介をお願いいたします。嬉野市の人権擁護委員の嬉野正子と言います。同じく森照子です。早速ですが、嬉野市では現在何名の擁護委員の方がいらっしゃいますか？はい、嬉野町で5名、塩田町で2名、計7名で活動しています。人権擁護委員はどのような組織ですか？また活動はどのように行っているかを伺いたいと思います。法務局と連携して地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したりしています。日本では人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたので、毎年6月1日を人権擁護委員の日と定めてあります。管轄の法務省ではこの日前後に特設人権相談所の開設や、地域住民の皆さんに人権への理解を深めてもらうための人権啓発活動のアピールなど、全国各地でさまざまな取り組みを展開しております。人権と聞くとなんだか難しそうですが。そうですね、難しく感じる言葉かもしれませんが、人権は決して難しいものではなく、誰でも心で理解し感じることができるものなのです。現実の社会ではいじめや虐待などによって命が奪われたり、インターネット上に個人の名誉やプライバシーを侵害し、差別を助長するような書き込みがされたりすることがあります。また新型コロナ感染症の感染拡大においては、感染者や医療従事者、またその家族の方々に対しても偏見や差別をするという新たな人権問題も発生していましたね。社会生活を行う上では、人間の誰でもが赤ちゃんから高齢者まで人権を理解したり感じたりしていると思います。それでは法務省管轄の人権擁護機関ではどのようにして皆さんの人権を守る活動をしているのですか？はい、人権擁護の活動には大きく分けて3つあります。1つ目は人権啓発活動、2つ目人権相談の受付、それと人権侵犯事件の調査と救済のための活動です。そうなんですね。では具体的に嬉野市ではどのような活動をされているか教えていただけますでしょうか？はい、近年の活動の一部を紹介しますね。啓発活動は市内の保育園、幼稚園に出向いて啓発の紙芝居や動物劇をしています。小学校、中学校では朝の自習時間に人権作文の読み聞かせ活動をしたり、人権週間においては学校内の人権教室の運営の一部に加わらせてもらい、人権について生徒さんに考えてもらう時間を共有したりしています。また昨年は輝き大学のテレビ放映では、就活って何ね？という高齢者の人権と就活の準備について出前の啓発劇を作り放送してもらいました。では
人権相談の活動はどのようにされていますか？人権擁護委員は専門的な研修を受けながら、毎月第2水曜日に人権相談所を開設しています。窓口にはどのようなことを相談に来られるのですか？そうですね、近隣トラブル、学校でのいじめ、老人や児童の虐待、遺産の相続等に関わることなど多岐にわたっています。最近ではさまざまなハラスメントに関する相談も増えているようです。ハラスメントとはどういうものでしょうか？ハラスメントというのは、他人に対する発言、行動などが本人の意図に関係なく相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたりすることを指します。こうした問題で被害を受けている人は、一人で我慢したり受け流したりしているだけでは改善されないケースもありますので、さまざまな相談窓口がありますが、私たちの人権相談のところにもご相談いただければと思っております。しかし相談者は地元の方でいらっしゃいますから、そうした問題が深刻であればあるほど相談しにくいと思われる人もいらっしゃるのではないですか？実際はそうかもしれませんね。しかし私たち人権擁護委員は当然守秘義務がありますので、私たちに相談されたことが公になることはありません。また緊急性や重大な案件はすぐに法務局に連絡し、調査・救済のための対処をいたします。私たち人権擁護委員は解決に向けたお手伝いをさせていただく機関ですから、どのようなことでもまずはお気軽に相談してくださればと思っています。最後に改めて人権擁護の日を PR していただきます。毎年6月1日は人権擁護委員の日になっています。全国一斉に人権相談を開設しています。相談場所は司法に掲載されていますのでご確認ください。悩みをため込まず、たくさん相談していただけるといいですね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。5月の休日在宅当番医はご覧の通りです。5月の小児時間外診療はご覧の通りです。5月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。